そうだな。そう、自分の中の好きな自分を探していくっていうのがいいかもしれないですね。こんな時の自分好きだなとかね、それをね高めていく。多分ね、どんな方でもいるあるんじゃないかな。弱気になる時とか、わかんないけど、そんな時に、理想の自分像とか、理想の憧れの方のイメージとか照らし合わせて振る舞っていく感じ、それがだんだんと自分のマスから出るものになっていくと、それ本当にね、今気づいて今やってすぐなるもんじゃないと思うんですけどね、ずっとこう体に染み込むまでやっていくって感じかな。多分、ああ、やっぱりこっち来ると静かだね。